どうも、スタディコーチ代表の伊沢です。そうだです。まみほどです。さあ、今回の動画のテーマはこちら。成績が伸び悩んでいる人へ、翔太さんより至極のアドバイスということでね、至極のアドバイスを4つ今日持ってきてもらってるので、ぜひ動画の最後までご視聴ください。それでは、最高ってことで、動画のね、本編に行く前に、今日は、なんと、翔太さん、ラスト撮影です。スタディコーチチャンネルに出て2年ぐらいですかね。翔太さんがね、2年生の8月9月ぐらいかなに最初にインターンとしてやってくれてから2年ちょっとって感じですよね。そうですね。そんな翔太さんが大学卒業ということでめっちゃ寂しいですね。今日この後動画これ含めて3本撮っていきたいんですけど、1本目のテーマは至極のアドバイス。よくね YouTube のライブとかでも成績なかなか伸びないですどうしましょうみたいな感じのコメントをいただくんで、4つ今日ね翔太さん持ってきてもらってると思うんで、早速じゃあいきましょうか。1つ目、現状なんでできてないのかを分析する。いろいろ理由はあると思うんですけど、勉強時間が取れていないのか、それとも質が落ちているのか、どこに原因があるのかなっていうのは見極めてからじゃないと解決しようがないと思うんで、はいはい、だらだらやるんじゃなくてちゃんと分析するのが一番大事かなと思います。分析ね、どうやってやればいいんでしょう。それについてが2つ目なんですけど、ああごめんなさい、話しちゃいました。2つ目が人に相談をするっていうことです。やっぱり勉強受験するって、まあ高校受験とかしたことある人いるかもしれないですけど、うん、大学受験をするのは初めてな人も多いと思う、うん、それを自分一人でやるっていうのは結構限界があると思います、うん、どんどん人を頼って全然いいから、うん、学校の先生とか塾の先生とか、あとは先輩とか、うん、友達でもいいし、いろんな人の意見をどんどん聞くようにしてほしいなと思います、うん、翔太さん前の動画でよくいろんな人にアドバイスもらってましたっていうのは言ってたよね、はい、うんうん、そうですね、うん、プライド高い人とかさ、自分の勉強法を貫きたいとか言ってるけど、まあ大体そういう人成績伸びてないよね。そうですね、なんかもしかしたら世の中に少しは自分に当てはまらない勉強法あるかもしれないんですけど、うん、それって少数派で、うん、多分大多数の人に当てはまる勉強法の方が多いので、うん、とりあえず情報収集してみるのは大事かなと思います。一回自分で分析してから聞いてみた方がいい。そうですね、私はそうかなと思っていて、うん、っていうのもアドバイス、する側からすると何もしてない状態で「さてどうしましょう」みたいな感じで言われても何を聞きたいのか分かんないから、ね、うん、困っちゃってふわっとしたアドバイスしかできないなっていうのがあるので、うん、自分で一回考えてきてから聞いてもらえると良いアドバイスがこちら側としてもできるかなと思います。あるわ。英語の成績伸びないですどうすればいいですかって言われてもいいよ。固めてるだけなんだけど原因分析で単語にあるのか熟語にあるのかが見つかった上で、具体的に単語力上げるためにどうすればいいかってのだったら、こちらもね具体的なアドバイスができるからね、うん、そうですね、うん、分析した上で持ってきてほしいですよね、いろんな相談はね、っていうのが2つ目。はい、3つ目、聞いたアドバイスをちゃんと実践するっていう。なんか結構成績伸びない人にありがちなのが、うん、やらないみたいな、聞いたけど覚えるって言って結局元の勉強法ばっかり固執してやってて、それだと全然結局変わらないから、うん、アドバイス聞いたなら実践して自分の勉強スタイルを変える勇気を持つっていうのはすごく大事だと思います。物事でむずいのって結局実行なんだよね、うん、ここができるかどうかで勉強だけじゃない、いろんな面で差がついてくるっていうのは事実だよね。実行できない人どうすればいいですか。するしかないんで、これは実は簡単なことで、例えば朝電車の中で勉強するっていうアドバイスを聞いたとして、朝電車の中で単語帳を開くのなんて気合い入れればできないわけないじゃないですか。そこのハードルを一つ乗り越えて開く単語力がもしかしたらその後変わってくるかもしれない。うん、一歩目やっちゃえばなんとかできることが多いから、とりあえず単語帳を開くだけでスマホじゃなくてね、開けばなんとかできるから。友達と一緒だからとか、そういうできない理由ばっかり並べる人が多いかなと思う。うん、そうじゃなくてどうしたらできるだろうっていう風に考えてほしくて、うん、友達と電車ずらすでもいいし、うんうん、友達と一緒に単語帳開くでもいいし、うん、そういう方法を考えるっていう方向性でどんどん進んでいってほしいな。確かに。9月11日新宿校、10月16日横浜校がオープンします。オンラインで東大生早慶生と学習計画を立て、校舎で実習を行い、また校舎スタッフが毎日細かく学習管理をしていきますので、サボることができない最強の校舎となっております。無料体験も実施していますので、詳しくは概要欄をご確認ください。俺もギリギリの電車に乗って「今日遅刻!」みたいな言いながら学校まで歩いてた。そういう友達とかも良くなかったな。おうっていう3つ目。はい、とにかく実行しましょう。ラスト4つ目、実際にそれでどう変わったかっていうのを検証してほしい。もし自分が勉強法を変えてそれが自分に合ってる方法だったら成績伸びるはずじゃないですか。成績伸びるまでいかなくても反応力ついたなっていう実感が湧くとか、そういうのがあるはずで、もしそういうのがないんだったらまた別の勉強法を試してみるっていう方向に移った方がいいと思うので、効果を10ヶ月単位ぐらいで確認してより良い方向に進んでいくっていうのを繰り返せば絶対勉強の効率上がって成績が上がると思うので、難しいんですけどね、やってほしいなと思います。スタディコーチ公式 LINE 登録者限定で Kindle で有料販売をしているスタディコーチ東大勉強大全を無料でプレゼントしています。東大生コーチ100名から聞いたおすすめの勉強法、また参考書、その他勉強の時間活用テクニックなどの情報を全て詰め込んでおります。私たちも自信があるガイドブックとなっておりますので、ぜひこの機会に LINE 登録でゲットしてみてください。ご登録は概要欄から。今の4つのアドバイスっていわゆる PDCA、まあよくあるこの PDCA サイクルのことだよね。先生からとか話聞いて、まあ、プラン決めます、実行します、でチェックで何か検証します、でアクションとしては分析しますっていう、こういう PDCA サイクルがすごい大事ってことだよね、翔太さん的に。そうですね、やっぱりこういう力がつくと受験勉強だけじゃなくって、その先大学生活とか社会人になってから仕事も多分そういう力って生きてくると思うので、やって損はないことかなって。勉強いろいろと工夫して頑張った人っていうのはその先の仕事とかにもつながってる印象が僕のどうかにつくも思うんでね、多分翔太さんもね4月から社会人になってバリバリ活躍するでしょうね。頑張ります、報告楽しみにしてますんでということで今回の動画は成績が伸び悩んでる人へ翔太さんより至極のアドバイスということで、4つ語ってもらいました。今回のお話は PDCA サイクルと同じような話だし、受験生の皆さんにとって実行しやすいと思うんですよね。結構ド直球な感じだと思うんでね、結局これが一番大事ってことで、ぜひ皆さん実行してみてください。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また今後も動画発信していきますので楽しみにしていてください。それでは本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。